アール・アンダーソン・バンバーはニュージーランド出身のレーシングドライバーで現在ユナイテッドスポーツカー選手権の GTLM クラスでポルシェモータースポーツのドライバーとして活躍している。2014年のポルシェスーパーカップとポルシェカレーラカップアジアのダブルチャンピオン。彼はルマン24時間レースでも2度の総合優勝を達成しており、 ニコ・ヒルケンベルグとニック・タンディと共に2015年のルマン24時間レースを2017年にはティモ・ベルンハルトとブレンドン・ハートレイと共にルマンを制した。この2017年のルマントリオは2017年の FIA 世界耐久選手権でも総合優勝を達成した。ポルシェ・カレラカップアジアポルシェ・スーパーカップポルシェ、カレラカップドイツ・ウェザーテック、スポーツカー選手権。 FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースデートナ24時間レース、セブリング12時間レース GT、ワールドチャレンジヨーロッパ、耐久カップスパフランコルシャン24時間レースニュールブルクリンク24時間レースバサースト12時間レース。ありがとうございます。